九州大学の万場です。本日は、このような発表の機会をいただきまして誠にありがとうございます。スライドは映ってますでしょうか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。それでは、今日は中尾さんと一緒に、発表させていただくわけですけども、私はいつも、皆さん聞いていただいているような話ですので、前座として、今日のメインの中尾さんにうまくつなげるようにしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日はキーワードとしては定量メタボロームデータというところになるんですけども、まあ今日もいろいろ議論があったメタボロミクスはもうだいぶいろんなところで皆さん使っていただけるようになって、もちろん我々も使っているんですけども、いろんな解析のツールとして、ワークしているような状態なんですけども、実際、このメタボロム分析の、現状、技術的な、ところからお話をさせていただきますと、まあ、今日も、いろいろお話もあったように、このメタボロミクスっていうのは、ターゲットは非常に幅広い、代謝物、成分を解析しますので、まあ、いろんな分析系を使い分けながら分析しないといけない。先ほどのお話もあったように、いくつかの分析系を、使って分析するようなこと、それから、使われている分析系によって測れるものが違う。そんなところが、メタボロミクスを、やる上で、非常に大きな課題となっていると思います。で、私が、九州大学に行ったのが6年前ぐらいなんですけど、その時に、阪大から移ってきた時に、いろいろ、まあ、分析系をもう一度見直して、今大体使っているような分析系がここに書いてあるようなものになります。まあ、後ろの、まあ、ケグマップのこの点をカバーするために、まあ、いろんな分析系を駆使して測っているっていうのが実際のところです。まあ、それはやはり、その成分がいろんな多岐にわたるので、いろんな分析を使わないといけないというところになるかなというふうに思います。で、これはですね、脂質の、メタボロミクス、リピドミクスの、脂節間比較を、した、ものの、まあ、これは論文になってるんですけども、その結果になります。で、リピドミクスの、まあ、いろんな分析系があるんですけど、それをそれぞれで、実施されている研究所にですね、NIST という標準品を、作ってるアメリカの機関から、サンプルを、配ってですね、データ取ってみた結果がこんな感じになります。まあ、結構ばらついてるというふうな、ふうに印象を持っていただけると思って、実際に、まあ、分析方法、それからもちろん抽出方法、データ解析方法が違うと、まあ、こういうふうな結果が出てくる。で、それぞれの機関では、ちゃんと再現性があるようなところで確認はされてるんですけど、それがじゃあ、本当に、ちゃんと正しい値が出てるかっていうのが、まあ、こういうふうな状況で違ってきてるというふうなことです。じゃあこれをやはり統一していくということ、実際にちゃんとしたデータが取れていくということはこれから非常に大事なメタボロミクスが発展していく、発展していく上で大事なところになるかなと思います。で、その6年前にですね、九州大学に移った時にもう一度メタボロミクスの分析技術について見直そうと。何が今課題でどういうことを、技術開発をしながら精査していって、必要とするデータを、メタボロミクスを有効活用できるような、ステーションになるようなデータを取っていくのかっていうことで、まあ、挙げたのが、まあ、ここに挙げているような、課題になります。まあ、いくつかの分析系で、分析しているのは、できるだけ一つの分析系、少数の分析系でまとめていく。で、今日の、主題であります、定量の分析値を取っていく。まあ、資料調整に関しても、あまりこう、包括的な、代謝物の解析っていうことがあんまりされてなかったんですけど、そういうところも、ちゃんとした値を取るために必要だとか、あとは、今日大野先生とか話した状態解析のところですね。で、まあ、ここのメインのところかもしれないですけど、データ解析の、まあ、精度とかスループットをどうやって上げていくかとか、まあ、名前の決まってない成分をどうやって決めていくかとか、じゃあそれを使ってどうやってデータベースを作っていくかとか、まあこういうところが、まあ本当に、課題であって、今、皆さんも含めてだと思うんですけど、取り組んでいるところであります。で、今日はこのちょっと定量の部分について、
お話をさせていただきたいと思います。で、基本的にですね、出力分析を検出器として使われる分析系がほとんどで、こういう、まあ、グラフなり数値の縦軸は、まあ、相対、比、相対量比になっていることが多いと思います。まあ、一部、内表を入れて、定量値を、縦軸は濃度のものが出てると思うんですけど、まあ、こういうふうな形が非常に多いと思います。こういうふうな、相対値、縦軸は濃度にない、濃度でないものになると、やはりその、本当に知りたいですね、生体内の変動を、例えば先ほどの山本先生のお話にありましたタンパク質と比較して、いろいろ解析していく上ではです、非常に、不安になってしまう。そういう、縦軸は濃度のデータが必要だっていうのが、まあ、ずっと感じているところでは。かつ、まあ、出力分析系というのは装置の状況がどんどん変わっていきますので、ある日に測ったものとある日に測ったものは同じサンプルであるにもかかわらず、こういうふうに分かれてしまう。違うサンプルであるように見えてしまうというのも、まあ、たくさんのサンプルをこなしていく上では、統合解析するでは非常に大きな問題になっているということですね。で、まあ、ここに、まあ、定量メタボロムのデータを取ることが重要だっていうことは、まあ、ここ先ほど書いたような、ご説明したようなところで、まとめてはいるんですけども、まあ、実際じゃあこれを本当に、じゃあ簡単に定量値が取れるかっていうと非常に難しくて、まあ、そこを今できるところから取り組んでいるっていう話を今日は、お話をさせていただきたいというふうに思っております。で、定量メタボロミクスの現状っていうので、まあ、今先ほどお話しした相対ピークエリアか、まあ、高さの場合もあると思うんですけど、まあ、そういう値で、数値を使って解析していっているところ、それから、まあ、ある、内表を入れてですね、相対定量、反定量っていうのかわからないですけど、まあ、こういうふうな形でやっているところ。で、まあ、一番は、3番目に書いてます。安定同位体っていうのを使ってですね、カーボン13とか N フィルムとかこういうのを使って、まあ、補正するような絶対定量分析っていうのが、まあ、一番望まれるわけですけども、まあ、これがなかなか難しいという理由っていうのが、まあ、この安定同位体試薬っていうのは、今のところ全部があるわけではなくて、代謝物、まあ、例えば、1000個あるうちの、用意できるものは 30% 以下になります。じゃあそれを合成してオーダーしたらいいじゃないかということなんですけども、やはりその、オーダーするには高いし、化学メーカーも試薬メーカーもそれを作って売れるかどうかわからないので、なかなか難しいというのが実際のところです。で、まあそういうところもこれからですね、整備していくっていうことも、このメタボロミクスのユーザーで、コンソーシアム作ってとか、そういうところもこう始めようとしているところでありますし、成分の同定とかですね、実際、まあ、標準品がないといけないものがたくさんあるので、そういうふうなものも、じゃあ、メタボロミクスをやる人は、何千個の、標準品を一人が全部買って、整備、そういうものを持たないと、メタボロミクスはちゃんとできないのかっていうふうな状況になってしまうので、まあ、そういうふうなところも含めて、メタボロミクスの方っていうのは結構仲良くて、いろんな情報交換をしているので、そういうところで協力しながら、いいデータが出るように、必要とするデータが出るようなことを、皆さんで協力してやっていこうという雰囲気で、今いろんな取り組みをしているところであります。まあ、その中でもこういう QC サンプルを作るっていうのも、これから大事になるというところで、先ほど、松田さんお話しいただいたような論文のところも、そういうところを目指してですね、QC サンプルを作っていければなっていうので、ああいう論文も含めて、活動しているところであります。で、今我々取り組んでいる一つの、大きな、テーマというか内容研究なんですけど、一つは、安定同位体の、表皮を作るというところで、特に今力を入れて取り組んでいるのは生物に、グルコースとかですね、そういう安定同位体のをラベルした、餌を食べさせてですね、フルラベルした生物を作って、それを、内表にしようという動きです。で、全部がそれで賄えない場合は、まあ、こういう酵素反応、インビトロの反応を使うとか、そういうのも組み合わせてやろうということを、しております。
で、まあ、これはですね、大阪大学にいた時に、やった研究で、これは緑藻ですね。緑藻を、フルラベルしたものを使って、それを代謝物に加えてですね、定量するっていうものです。で、このカーボン13のフルラベルしたものっていうのは、皆さんもお持ちの、試薬のですね、12C の成分で、検量線引けば定量値が出ますので、まあ、それを内表として加えることによって、こういうふうに定量ができるという形です。ということなので、生物が違ったらまたそのバランスとかが違うので、いろんな、調整をしないといけないんですけど、まあ、その一つ一つ、ラベルタを作るっていうことではなくて、もう生物に一挙に作らせるっていう考え方を、ベースに、昨年度からですね、A ステップでちょっと採択いただいて、太陽日産さんとですね、一緒にもう、皆さん使っていただけるような、ケミカルライブラリを作るっていう、もうこれを、もう産業的にも使っていただくような形で、提供できるような形で今進めていますので、もうしばらくお待ちください。で、あとは、もうターゲットが決まった場合はですね、もうこういうふうなプローブをつけてやって、もちろんこういうふうに、標識一体、安定同位体の標識もできますし、感度を上げるための、就職もできるので、まあ、こういうのをうまく使うと、まあ、ターゲットが、絞られているものについては、ある程度そういう、定量が、正確に、かつ高感度にできるっていうこともありますので、どういう、まあ、データが必要かによって、もちろんメタボロミクスとして全体のデータが必要ということでしたら、いろいろ工夫は必要だと思うんですけど、ある群とかですね、そういうものも、データを取って、どんどんデータを積み重ねていくっていうところでは、まあ、こういう、方法も必要なのかなっていうのかなと思います。あとはですね、こういうふうな感じで、質量分析を使わなくてデータを取っていく。例えば、培地成分とかなかなか質量分析に入れるの難しいんですけど、まあ、そういうのを古典的な方法で、アミノ酸分析とか有機酸分析とかですね、それは古典的な方法でやられてますので、スループットもいいですし、コストも安いので、そういうのを使ってどんどんデータを取っていきながら、実際に、メタボロミクスも総合的に使っていくっていうような形も、実用性を考えてですね、進めているところであります。で、今日の、中尾先生につなぐ、内容として、一つですね、我々の研究室で開発した、定量リピドミクスの分析法について簡単にご説明をさせていただきます。で、従来、今まで、世の中でもやられている分析方法としては、リピドミクスの方法としては、クロマトを使わないショットガンのリピドミクスの方法と、まあ、逆走の方法。まあ、これが、大きく二つのメジャーになります。で、クロマトをつかない方法っていうのは、スループットが高いということと、定量性が高い。これはですね、インターナルスタンダード、安定ドイタを使ったインターナルスタンダードをここ添加することによって、その、イオン化の、状況マトリックス効果を、キャンセルするということで、定量性が高いということです。その分、サプレッションを受けるようなものは見えてこないですし、まあ、クロマトを通さないと分かれないようなもの、異性体は難しい。区別が難しい。で、一方、逆走の方はたくさんの成分を検出はできるんですけども、まあ、定量に問題がある。まあ、こういうことが、理解されているところです。で、最近、LC の方でもヒリックカラムとかですね、そういうのを使って、こういうクラスごとに分ける。これ、皆さんご存知の白走、純走の TLC なんですけど、こういうクラスごとですね、脂質の種類ごとに分けるようなクロマトを使って、うまくそれぞれのクラスごとに分けてやって、それを先ほどのインフュージョンでここに安定同位体をそれぞれ入れてやると定量できるんじゃないかっていうのは、ここの論文でこれから説明していただく我々のコンセプトになります。で、実際まあこういうふうな表品がちゃんと、濃度とか検出、感度も加味して作られたものがあるので、これを入れてやって、で、分析すると、定量値が取れるような形になっています。で、我々としてはですね、純層系のさっきのこういう分離をするクロマトグラフィーとして、超臨界流体クロマトグラフィーっていうのが、まあ、もともと純層系のクロマトグラフィーって言われてたんですけど、非常に、純層系の分離が非常に綺麗にいける。で、スループットもいいし、ということで、SFC っていうのを選びまして、で、あとは、定量性と感度ということで、三連四軸型の質量分析系を選んで、SFC、MS、MS のシステムを作りました。
これが実際のポジティブ、ネガティブで見えてくるようなクロマトグラフになります。まあ、こういうふうなカラムを純層系のちょっと特殊なカラムなんですけど、これを使うと結構きれいにですね、それぞれの脂質がそのクラスごとに分離できる。で、先ほどのスプラッシュという安定動態をそこにそれぞれ入れてやると、そこの狭いエリアの中でサプレッション、エンハンスメントがキャンセルされるので、一つの安定動態をそれぞれのクラスごとの十数個の安定動態を入れると定量値が取れるということになります。じゃあどうやってその成分を見分けるかっていうのは、脂肪酸の側鎖の違いを見分けるかっていうのは、MRM っていうですね、脂肪酸の側鎖ごとのトランジションっていうシークエンスを組んでやると、こういうふうにですね、それぞれ同じような分子量のものでもですね、脂肪酸の違い、側鎖の違いをこういうふうに見分けることができる。そういうふうなシステムになってまして、かつここに安定動態を入れておくので定量値が出てくると。まあこういうふうなことになっています。で、かつですね、これ、データ解析もですね、ここにはホスファチルコリンしか出てこないっていうのがわかるので、非常に他との脂質の混合がないので、迷わず、シンプルに解析できる。それから MRM ですので、R なし判別で解析できるというところも、精度を上げる、スループットを上げるというところにも寄与しているかなと。そこら辺はまた中尾先生の方からお話をいただけると思います。で、私の話大体、ここで終わりなんですけど、今後の取り組みとしてですね、メタボローム分析のプラットフォームの検証、先ほども論文でご紹介いただいた、小田先生、松田先生、リーダーに来て、一緒にやらせてもらってます、ジャパンメタボロームテクニカルチャレンジコンソーシアム、JMTC って言ってるんですけど、ここでいろんな研究室のですね、データを比較して、そのどれがいいかっていうのを、選定していくんではなくて、それぞれのプラットフォーム、分析の、方法がどんな特徴があるのか。この成分は、この方法とこの方法は測れるけど、この方はちょっと怪しいなとかですね。このデータとこのデータの分析方法は、データは統合できるとか、そういうことを今後ちゃんと、やり取りしながら検証していって、いろんなそれぞれ分析方法を持たれていると思いますし、どれを選んだらいいかも含めて、皆さんにいろんな情報を提供できるような形で、進めていきたいなと思ってます。でその上で、まあ、いろんなこれから複数でのバリデーションをですね、今2論文にして3、今もうすぐ、データをまとめて、論文にしていこうとしてるんですけど、そういうバリデーション、データの共有化を進めていって、今日話したような定量の情報が取れるようなシステムを、合わせて構築していって、最終的にはですね、ガイドライン、SOP なんかも、ある程度、作っていってですね。まあ、ターゲット、ノンターゲットによって、まあ、変わってくる部分はあると思うんですけど、皆さんが、必要なデータを、安心してというか、いいデータを取れるようにですね、そういう取り組みも、皆さんと協力してやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい。これ、謝辞になります。それでは、メインの中尾先生に、バトンを渡したいと思います。よろしくお願いします。先ほど紹介ありがとうございました。同じく九州大学メタボロミックス分野から、中尾です。この質量分析インフォマティクス研究会という場においてですね、いささか恐縮しておりますが、タイトル、ここに書いてあります通り、三連四重極分析装置ですね、まあ、TQ を利用したワイドターゲットリピドミックスのための、まあ、インフォマティクスというにはおこがましいので、ちょっと便利ソフトという形で、発表させていただきます。で、定量までのフロー図というのが、もう簡単にこれ左に書いてあります通り、サンプル調整、計測、定量解析で棒と、で、まあ、そして最終的にその濃度が決まったのを統計解析に持っていくわけですが、ここでいう定量解析に非常に時間がかかるというわけで、まあ、この部分の時短を目指すために、まあ、いろいろ私がその研究室内の方で制作しているソフトウェアについて、まあ、そのコンセプトと、まあ、簡単な tips を、紹介させていただきます。で、この TQ を利用する上で、先ほど
バンバの方からも説明ありましたように、MRM、マルチプルリアクションモニタリングと呼ばれるメソッドを作らないと、まあ、そもそもそのターゲット化合物の計測が、まあ、正確にはできないわけです。簡単に上の方にその TQ のまあ概略図を書いております通り、まあ3連は図のようにですね、3つの Q というのがまあ存在して、まあ、それぞれプリカサーイオン、真ん中がコリジョンエナジー、プロダクトイオンというのを、まあ、あの計測器の方に設定をせねば、基本的には動きません。で、通常はですね、ターゲット化合物を用意して最適化するのですが、まあ、リピドミックスの場合はこれらをまあインシリコで製作することができます。つまり、下に、書い、その、質量分析器の概略図の下に書いてある通り、ある程度、まあ、構造が分かっている質に関しては、まあ、切れる位置を特定さえすれば、まあ、あとは全部のその化合物の MRM を組むまでもなく、ある程度、脂質クラスごとに、まあ、皆さん多分、Excel かなんかでこう作っていくことができます。で最初にですね、これ、脂質クラスっていうのはもうどんどん増えていくと、まあ、ここにちょっとぼやきのように、スライドに出ておりますけども、まあ、作り直すの非常にめんどくさいなと思いました。はい。で、次にですね、これら、この、脂肪酸側差ですけれども、まあ、様々な脂肪酸側差があります。まあ、リノール酸とか、アラキドン酸とか、ドコサキサエン酸とか、まあ、若干聞いたことのあるようなものもあれば、まあ、先ほど内表で使う同位体ラベルの脂肪酸ですとか、あるいは、その、水酸、果てはその水酸化したような、このようなちょっと脂肪酸というのがですね、後からちょっと追加してくれと言われてですね、もうこれまた後から増えるともう非常にめんどくさいなと。で、これらを、まあ、処理するために、まあ、どうしたかと言いますと、まあ、基本、皆さん Excel でそういったそのトランジションとかまとめられている研究室多いとは思いますけれども、まあ、Excel でまとめるためにですね、まあ、VBA、ビジュアルベーシックアプリケーションの方で、まあ、2つの関数を作りましたと。一つは、まあ、MS ということで、精密質量を算出する、関数と。まあ、これはお金さえ払えば、ゲームオフィスとか、まあ、有料ソフトウェアとか、まあ、あるいは、まあ、VBA に限らなければ、まあ、いろいろあるんですけども、やっぱり、Excel で管理したいということで、まあ、ちょっと一から、まあ、フリーウェアでも落ちてなかったので作り直しました。で、もう一つは、リピットという関数で、まあ、これは、リピットの略語ですね。ちょっと小さくて見にくいんですけれども、フォスファチジルコリンとかですと、まあ、大抵 PC という形で表示します。で、脂肪酸側差に関しても、そのパルミチンとは表示せずに、16の0という形で表示します。で、それらをですね、それらを、このフォーミュラの形ですね、C の40、H の78、N の1というような形で直していくリピットの関数を作りました。これら2つを作ると、どういうことができるかといいますと、プレカーサーとかプロダクトイオンといったそれらの、まあ、M over Z を、簡単に計算することができるようになりましたと。まあ、ちなみにその精密質量の方は当時、まああんまりよく分かってなかったんで、まあとりあえず全部の化合物をの、まあその精密質量を入れてやろうということで、まあホームページに落ちてました、まあ NIST のデータから、全、その元素に関して、精密質量を入力しました。で、まあ元素記号は最大で2文字なんですけれども、まあ最初、二文字の判別のみで、その、関数を作ってたんですけれども、後からこの同位体ですね、12C と 13C は当然、その、エグザクトマスが違いますし、そういったものも入ってきたんで、まあ、ちょっと困ったと。まあ、手直しが必要になったという、過程があります。
先ほどあのバンバの方から説明ありましたように、じゃあこのワイドターゲットリピドミクスにおける化合物の同定っていうのはもう、まあ、私はそのメタボロミクスの教科書を読みますと、まあ、大体 MRM トランジションがまあ2つ以上一致して、リテンションタイムが一致すれば、まあ、レベル1のアノテーションが行えるということになっております。で、この SFC ですね、超臨界流体クロマトグラフィープラス純層のカラムを使ったリピドミクス、の、まあ、最大の、利点というのは、その、リテンションタイムというのは、脂質クラスごとは違うんですけれども、同じ脂質クラス内であれば、まあ、ほとんどずれないと。いうことで、まあ、リテンションタイムごとの脂質、まあ、ここに、1番、2番と書いてあります通り、まあ、MR トランジションは、まあ、先ほどのインシリコで、まあ、なんとかなりそうというのと、純層 SFC のために、リテンションタイムは脂質クラスごとに1個で良さそうということでした。ですから、まあ、リテンションタイムの予測は必要がないというのが多分最大の、まあ、そのインフォマティクスの観点から見ますと、リテンションタイムの予測は必要ないのが、まあ、特徴です。まあ、そこで、まあ、ある程度、まあ、骨格が決まって、まあ、それぞれの脂肪酸測差を入力すると、まあ、先ほど言いましたように、その、標準品は一種類、その、クラスごとに一種類、リテンションタイムを決めますと、まあ、このような形で、まあ、よく見る、その、MRM メソッドの、トランジションを、一気に組むことを、が可能な、まあ、スクリプトを組みました。で、スクリプトで、MRM トランジションを組んだ後は、まあ、各装置メーカーのメソッドですね。インポートできるメソッドに合わせた形で、テキストファイル出力ができるようにいたしました。まあ、これでそのクラスごとのリテンションタイム、要する時間のみを入力することで、まあ、ほぼほぼそのターゲットとする、脂質のまあ、スケジュールド MRM を自動作成することが可能になった次第です。まあ、一応名前をまあ MRM をジェネレートするということで、まあ、MRM ジェネレーターと名付けまして、まあ、この MRM ジェネレーターはですね、そのメソッドを作ると同時に解析のためのライブラリーも同時に出力することができます。で、やっぱりその三連四重曲、まあ、TQ を利用した場合、これらその、メソッドと、やはりその解析っていうのを、まあ、セットで運用しないといけませんので、まあ、そこが、その、まあ、前段階といいますか、まずは MRM を作りましたということになります。で、次に、まあ、測定は、出力分析機器等とサンプラーにお任せしてですね、まあ、出てきたデータを今度は定量解析しなければならないということで、まあ、このような、解析のフローチャートということで、左側に載せております。まあ、基地濃度の内部標準物質の面積値を求めてですね、まあ、対象化合物ピークの面積値を算出して、まあ、割って大体相対定量するというところが、まあ、一般的だと思います。で、解析ソフトの画面っていう、まあ、一般的なその解析ソフトの画面をここに載せておりますけれども、まあ、ここでも、ぼやきが入りますが、やっぱり一つ一つのベースラインを引くのが、まあ、むちゃくちゃめんどくさいなと。で、完全に自動化できるのでしたら、まあ、そもそもそのクロマトグラムの表示そのものがいらないわけですが、まあ、残念ながらやっぱり完全に自動化はまだできてないのが現状で、まあ、残念ながらそのバンバ研ではですね、一つ一つクロマトを確認しております。また、やっぱり少しでも正確に定量するためには、高さよりも、まあ、面積値の方ですね、を使った方がやっぱり安定しますので、面積値を使っております。高さですと、1.1 番高いところで構わないんですけど、面積値の場合、やっぱりその範囲を指定してやらないといけない。で、また脂質は異性体が多くですね、まあ、ピークが1本でない場合が多いです。で、ここでまた私のぼやきが入るわけですね、二つ。
なんかこう2本立ってたりして、まあ、あのどっちのピークやねんと。でそれが決まって、例えば左側のピークですよという方になったとすると、ベースラインでなんかやっぱりあの自動でやると左にそのチェックされてたり右にチェックされてたりするので、まあ、それを全部左にチェックし直さないといけないと。でもう一つ、あのピークのよくあるテーリングですね。でこういった形でテーリングがすると、まあ、どこまでの範囲を面積にしようかと、まあ、人によっても変わってしまいますし、化合物によって変わると最悪ですよね。である程度は、まあ、あの優秀なスタッフが測定したそのリテンションタイムの管理でなんとかなることが多いんですけど、まあ、やっぱりあのなかなかあのこんな綺麗な黒的ですと、まあ、自動でなんとかなること多いんですけれども、実際は一つ一つのベースラインを引かなくといけないケースが多いです。で、やっぱり100サンプルあるとですね、自動での定量から漏れたそのクロマトグラムっていうのは100回引き直さないといけなくなるわけです。まあ、そんな時に、まあ、ここで書いているように、まあ、まとめて定量したいと。いうことで、正直に申しますと、最初あの定量にはですね、あの津川先生のですね、まあ、あの MRM プロブスの方を使っていたんですけれども、やっぱり一つ一つ引き直すのめんどくさいなと思って、まあ、どうせ一から作り直すなら、まあ、やっぱりまとめて定量したいという目的を達成するにはどうすればいいかというのを、まあ、あの GUI の画面から考えました。つまり、すべてのサンプルと、ここに書いているサンプルと、すべての化合物と、すべてのクロマトグラムを表示させる必要があります。そして、まあ、もう一つ重要なのがスピードになります。これは、まあ、ある程度、やっぱりパラレルに処理できる言語じゃないと、スピードが追いつかないでしょう、ということで、まあ、津川先生の方に習って、まあ、同じ C シャープで、記述することにしました。で具体的に、先ほどあのどっちのピークだって言ったその一つの、まあ、これは1サンプル ×1 コンパウンドのクロマトグラムになります。でこれを、まあ、あの10サンプル ×1 コン、その先ほどのサンプルをの同時に、表示させたクロマトグラムになります。ですからこの時点でこれは左のを定量したいとなった場合、この左の部分をまとめて、クリックするだけで、この10サンプル一度に定量が完了します。で、もう一つ先ほどちょっとリーディングしたサンプルですけども、やはり後ろの方のクロマトグラムになってきますと、まあ、ちょっとあのどうしてもズレが出てきてしまうので、まあ、そういった場合にはアライメントをして範囲指定をすることで、まあ、同じくその複数サンプルがあったとしてもですね、まあ、同じ範囲で、定量をすることができます。で、最後に、この、定量を行うためのソフトウェアに対して、まあ、あのクロマトグラムアナリストということで、基本的にはあのクロマトを見たい、そのアナリストのために作るという意味で、こう命名して、現在、作成しております。簡単にそのクロマトグラムアナリストの特徴を説明します。とりあえずですね、やはりプロテオウィザードの方でコンバートしたデータを、まあ、サンプルの部分ですね、サンプルの部分に、まあ、ドラッグアンドドロップで、まあ、放り込むとですね、まあ、こういった形でそこに入っている化合物のトランジションが表示されます。まあ、これはデータ構造に詳しい方は、多分こうなるのはなんとなく想像がつくかと思いますけれども、もう一つはその10サンプル終わった後、もう10サンプル追加したいという場合でも後から追加しても OK です。ここでライブラリーは必要ございません。後からライブラリーを、まあ、インポートする形で、ここに書いているのは、その MRM トランジション名だけですので、どの化合物か分かりませんが、ライブラリーを後からインポートすることで、化合物名を表示させることもできます。で、もう一つはそのピークの範囲指定ですね。
先ほど言いましたように、そのまとめて表示させて、まあ、ここに書いてますように、まとめてマウスでクリックすることで、まあ、ここの、面積値の算出というのができるんですけれども、それ以外にも、当然、数字の入力ですね。ちょっと小さくて、全部、見にくくて申し訳ないんですけれども、数字で入力することで、まあ、この範囲指定を行うこともできます。で、マウスのその範囲指定って言いますか、いわゆるコピペができませんけれども、その数字での範囲指定っていうのは、コピペできます。もしですね、もうリテンションタイムがもう、1ミリセックもずれないような、堅牢なメソッドでしたら、数字をこの時点でコピペすれば、それだけで、定量解析、いわゆる面積値の算出が完了しているという形になります。で、最後に、まあ、大体面積値を、クロマトグラムの面積値を求めた後にですね、内部標準物質の濃度と名前、お名前ですね、とか、こういうのを、まあ、あらかじめちょっと設定しておけばですね、ある程度ボタン一つで、そこの解析値ですね、が表示できるようにしております。まあ、見た目はもう、まさに Excel っぽいですけれども、実際はExcel っぽいライブラリーを導入して、まあ、C シャープでプログラムしております。だからまあ通常は、これを作る前はですね、まあ、Excel のマクロで処理してたのを、まあ、なるべく早く処理できるようにという形で、クロマトグラムプラス Excel っぽい見た目という形で、作り込みました。最後に、まとめです。まあ、三連四重曲分析装置というのは、やっぱりメソッドと解析が一体になっております。つまり、そのメソッドに入ってない化合物はそもそも解析不可能なので、まあ、そのためにメソッドの作成と、まあ、開発用のツールの開発を行いましたと。で、当然、これはそのリピドミクスに限らずですね、まあ、通常の浸水性化合物とか、まあ、その他もろもろ同じで、少なくともクロマトグラムを、使うメタプロミクスにおいては有用になるべく、まあ、ここに書いてますように、まあ、汎用的なソフトにするべく、これから精進しますと。で、最後に、まあ、ここにはだから10サンプルかける、まあ、400クロマトグラムぐらいを、まあ、一斉に書き出したと。その画面を載せて、私の方は、終わりたいと思います。以上です。